身長ビヨン医師学科学生整形外科専門医身長先生こと田辺です。今日もですよ、全身全霊でね、身長に関することを配信していきたいと思います。身長の増した人はチャンネル登録よろしくお願いします。さて本日はスペシャルゲストよろしくお願いします。よろしくお願いします。パチ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 とかですね、称号ボスさんはいって表現でよろしいでしょうかね。はい、ご存知の方も多いかもしれないですけど、 TikTok のフォロワー何人いらっしゃったか。80万人イエーイってことで私の YouTube 3万人ですから、もうすごい影響力っていうことなんですけど、はい、ちょっと称号ボスさんのもね、ご存知の方もいらっしゃるかもしれないですけども、ぜひ自己紹介の方していただいてもよろしいですか。はい、はい、身長ビヨーンよく見てますから。はい、ありがとうございます私はサッカーの、まあ、インフルエンサーをやっておりまして、うんうん、主に小学生とか中学生、まあ、大学生まで、うん、まあ、アマチュアのサッカーの、まあ、指導も含めた、まあ、エンタメでサッカーをやっております。一言で言うと、まあ、サッカーコーチというか、そうですね、まあ、そういった表現ですよね、はい、ということなんですけど、そのショウゴさんですね、まあ、80万人もね TikTok のフォロワーがいらっしゃるということで、なぜそんなに有名なんでしょうか。結構昔からサッカーのこの動画を上げるっていう活動をしていて、うんうん、それで、まあ、長くやってるんで先輩とかから、うんうん、まあ、話を聞いた後輩が見てもらってとか、うんうん、そういう形で多分どんどん増えていったのかなと思います。その中でもあれですか、なんか特にディフェンダーが得意なんですかね。そうなんですよ、 あんまりその、うん、攻めと守りがサッカーにあって、はい、うんうん、攻めのことを教えるっていうか、うん、動画に上げたりしてる人多いんですけど、うんうん、結構周りのことを動画で上げてるとか、うんうん、教えてるっていう人は少なくて、そういう意味でももしかしたらディフェンスっていうので、うん、ジャンルを絞って見に来てくれてる人が多いのかなとは思います。ちなみにご年齢は今おいくつなんですかね。今年で42です。42歳ですね、はい、私とまあかなり近い年齢かなというふうに思います。でその中ではショウゴさんはね、まあ、もともとですね、この私のチャンネルを見ていただいてて、それちょっとインスタグラム直接ねご連絡いただいたっていう経緯なんですけど、なぜ見ていただけてたんですか、ね、そこはちょっと気になるんですけども。いや先生、実は僕、はい、身長が162しかないんです。小さい頃から、はい、自分がどうやったら身長高くなったかなとか、どうやったら身長高くなるかなとか、うん、今の子たちにどうやったらその身長高くなってもらえるかなっていうのを含めて、うん、めちゃくちゃ興味があって、うん、もうずっと YouTube とか、うん、携帯いじって身長法とか、うん、いろいろ探してて、やっと先生に、うん、を見つけたって感じなんですよ。ありがとうございます、はい、ってことですね、まあ、今日ねゲストとして、ね、呼んでいただいているよ、まずそこにあるってことで、まあね、翔吾さん、まあ、めちゃくちゃサッカーが上手で、本当に、ね、日本代表にもしかしたらなれたんじゃないかっていうふうな逸材と言われながらも、身長のもしかしたらそこは、ね、うまくいかなかったかもしれないということで、多分おそらくね私の動画見ていただいた方はすごく同じような思いを持っている方いらっしゃいます。でサッカーの方も当然多いと思うんですけど、他のスポーツですね、例えばバスケットだったりだとか、まあね、バレーとかね、踊る方のバレーもそうですけども、そういうふうないろんなスポーツでおいて、あと身長ね10センチ高ければっていう人ってすごく多いと思うんですけど、まあ、そこのご経験談とか、うん、そういったところを今日ね聞いていきたいと思うんですけど、よろしいでしょうか。はい、ということで、まあ、ズバリなんですけど、まあ、どうですかね、まあ、身長10センチ高ければというふうな思いっていうのは、まあ、どういう思いですか。ちょっと漠然とした質問をしてみようかなと思うんですけど、はい、自分であと 10センチ高ければ、うん、そのプロになったとか、まあ、日本代表になったとかっていうふうに思ってるわけではなくて、うん、小さい頃から友達に言われてたんですよ、うん、結構友達とかにと比べても父が身長が、まあ、ちっちゃかったんで、うん、いやお前本当にあと身長が10センチでかかったら本当にスーパーな選手だったよねとか、うん、本当10センチ高かったら日本代表だよってよく言われてたんですよ、うん、それで自分から言ったわけじゃなくて、うん、そういう風な形で自分も言われてたよっていう話をよくするんですけど、まあ、確かに実際メッシ選手とかね、彼もおそらく治療を受けてなかったらおそらく同じが160ぐらいじゃないかなと私想像するんですけども、うん、まあ、それが今彼治療を受けて170、一応交渉だと170前後っていうところだと思うんですけど、まあ、そういったところということで、まあ、翔吾さんもしかしたらそういう治療を受けてると同じような感じの身長だったかもしれないですね。受けたかったですねそうかもしれないですねってことですね。具体的に言うと、まあ、その今サッカーって身長っていうのは、まあ、変な話、まあ、そのバスケットは絶対高い方がいいなというのは分かるんですよね、うん、例えばバレーボールも高い方がいいなというのも分かるし、まあ、サッカーもある意味その、まあ、身長が高い人の方がまあヘディングとか有利かなという気もするんですけど、ただ低い人は低い人なりに逆に言うとなんかドリブルが有利だとか、なんかそんなこともあると思うんですけど、うん、そういったことはないんですか。いや実際に、うん、まあ、人間的な作りでちっちゃい方が瞬発力が出たりとか、まあ、いろいろその優位性は変わってくると思うんですよ、うん、1メートルとか2メートルの細かい動きはちっちゃい方が多分有利でしょうし、うん、まあ、大きければ大きいとやっぱりさっきのヘディングとか、うん、そういうのが有利だっていうのはあるんですけど、ただ今多分誰に聞いてもどちらかというと大きい方がサッカーにとっては有利だっていう風に言われていて、それはなぜかっていうとやっぱりそのサッカーってボディーコンタクトがあるんですよ。相手がいたらぶつかったりするわけなんですけど、まあその時に体重だったりとかパワーとかその辺が結構重要になってくるんで、ヘディングとそのボディーコンタクトっていうところで、まあやっぱり小さいより大きい方がいいっていう風になります。
なんか最近のもう日本代表はもう大体180センチないともうダメとかね、そういうようなレベルになってきたとか聞きますけども、はい、どうですか、まあ、20年前とか30年前と比べると、そういういわゆるその日本代表の平均値も上がってきてるんですかね。上がってると思いますね。そうですよね。やっぱり今目標というか、そういうふうな、まあ、サッカーを皆さんこの、まあ、見てる方たくさんね、プロを目指してる方もいると思うんですけど、何センチが目標ですかね。とりあえずは180です、ね、やっぱ180センチですかね、はい、そうです。おそらくキーパーとかだったらもっとないとダメですよね。最低180ないと、まずプロには難しいんじゃないかなっていう気がしますね。一方でそのまあポジションによっては低くてもいいというか、そういったポジションもあると思います、まあ、一応例えば長友選手とかね、そんな高くないと思うんですけど、はいはい、彼は何センチぐらいなんですかね。170ぐらいです。そうですね、彼は170でも一応まあ活躍した、まあ、だけどそれでもけどやっぱり翔吾さんから言うと高いかもしれないですね、はい、ところで、まあ、やっぱり一番低い人で今170なんですかね。ただサッカーで1チーム、まあ、11人だと思うんですけど、うん、11人のうち170センチの人も多分1人ぐらいいてもいいんじゃないかなと思うんですけど、うん、何人ぐらいだって言ってもいいんですかね。私の感覚ではちょっと前までは3人ぐらいまではちっちゃい人出れるなっていうイメージだったんですけど、最近はもう高いに越したことはないっていう時代になってきて、なるべくそういう低い人たちっていうよりは身長が高い人をその出場させていこうという傾向にあります。じゃあもうやっぱ本当長友選手がある意味、まあ、あの最後の世代っておかしいですけど、もしかしたらもうここがなかなか170センチの選手って出てこないのかもしれないですね。そうですね、そもそもその小さい頃からこの子は大きくなりそうだなっていう子を育って どんどんエリート教育していくっていう時代でもあるんで、例えばネイマール選手とかはなんか175センチぐらいだと思うんですけど、はい、やっぱ彼みたいなタイプの選手もまあ今後少し生まれにくくなるんですけど、海外もやっぱりその高身長化、まあ、日本だけじゃなくてやっぱ世界全体で高身長化って進んでるんですかね。いやちょっとただそのもうちっちゃい人は海外だとほとんどいないですね、はい、もう日本であの180以上っていうと、うん、まあ結構高いイメージありますけど、うん、海外のリーグとか見てると平均身長が高いからなのか分かんないんですけど、うん、もう180以上が当たり前みたいになってるんで、うん、もう高いとかってあんまり逆に意識したことなくて。あそうですよね、うん、まあオランダなんかね、あの普通の人の平均身長180何センチとかですから、まあ、サッカー選手なんかするともっと高いでしょ、おそらくね。そうでしょう、ね、ただちょっとね、なんか今までちょっとね、少しこうちょっとこうなんていうかな、高かったら高かったらってことで後悔の話ばかりなんですけどそうなんです、そういうわけにいかないのでもちろんね、うちの方に来ていただいて治療を受けていただいて、まあ、最大限の身長獲得してもらうっても大事だと思うんですけど、はい、でその中でもですね、やっぱ翔吾さんはですね、まあ、身長低い中でやっぱりサッカーがお上手だと思うんですけど、なんか少しでもそういうふうに高い人に勝つためのコツというか、はい、まあ、それで、ね、やっぱ戦い方があると思うんですよね、それをぜひ共有していただきたいと思うんですけど、はい、ズバリなんですけど、はい、まあ、翔吾さん162センチということなんですけど、はい、185センチのフォワードの人が来た時に、はいはい、どういうふうに対処してるんですか。簡単に言うとあっちって体重もしかしたら80キロあるかもしれないですね、筋肉質な人ですね、翔吾、はい、さん何キロぐらいですか。僕は61です。61から20キロぐらいの差があって、身長も20センチぐらい差があるということで、はい、まあ、普通に言ったら負けちゃうと思うんですけど、はい、そこどういうふうにいつも戦ってらっしゃるんですか。やっぱりその、まあ、人間の作り的に、はい、大きいと動きがちょっと遅い、うんうん、まあ、まあ遅いっていうよりはちっちゃいと小回りが効くっていうんですかね、はい、まあ、車と同じで、うん、大きいとやっぱりそのちっちゃい範囲の動きが俊敏性がちょっとちっちゃい人に比べれば遅いというところがあるんで、自分のストロングポイントで戦うというか、うん、そういうところで逆に相手が得意そうなところ、うん、ヘディングとか体が当たるようなところでは、まあ、もちろんそこでは負けてしまうんですけど、小さいがゆえに勝てそうなところで勝負していくっていう、やっぱそうですよね、まあ、自分の得意なところで戦って、そうですね、まあ、変な話ヘディング戦持っていかないとか、まあ、そういうことがおそらく重要なんですよね。そうですね、例えばどうですか、まあ、翔吾さんから見て今注目のなんか選手とかいれば、はい、身長低いけど頑張ってほしいのとか、 なんかその同じ目線じゃないですけども、はい、そういった応援してる選手とかあればぜひ教えていただけたら。イニエスタ選手って結構有名な、はい、あの選手がいるんですけど、その人は172センチ、まあ、海外の基準で見るとしかないっていう身長でも、もう世界的にかなり有名な選手で、まさに技術のお手本みたいな選手なんですけど、そういう選手もいるので、そういう選手のいいところを盗んでっていうところはあると思うんですけど、わかりました。ということで、まあ、今回ですね、翔吾さんの方に来ていただいたんですけど、まあ、結論から言うとやっぱり、ね、身長あと10センチ高ければというところで、まあ、一言最後に聞きたいんですけど、身長治療あったら受けたかったですか。絶対受けたかったありがとうございますありがとうございます、まあ、それは一つはということと、あともう一つですね、まあ、低いからって言って全部が全部諦める必要はないですので、やっぱその中で相手の、弱いところ、それ自分の強いところを見つけて、そういったところで戦っていく、まあ、そこが重要だってこと、皆さんのメッセージということでよろしいでしょうか。はい、ということで今回ですね、あの翔吾さんの方に来ていただいて、 TikTok 80万人のフォローですね、翔吾ボスというふうにぜひ検索してください、たくさんね、サッカーのチップスが載ってますので、ぜひご覧いただけると思います。それではまた。